こんにちは、サードラです。今回は来週から開催予定のハロウィンイベントの詳細が発表されましたので、そちらについてご紹介をさせていただこうかなと思います。 早速内容を見ていくんですが、こちらですね。モンハンナウハロウィン2024開催ということで、今回告知されていまして、まあ画像がね、マガイマガドとクルルヤックになっていて、まあ重ね着がね、いいですよね。これね、また後で触れるんですけど、今回ね、限定の重ね着も出てくるみたいです。で、ハンターの皆さん、今年もモンハンナウにハロウィンがやってきました。 昨年のハロウィンで登場した防具ジャックオーヘッドに加え新規装備として武器デスペレーションと防具ゴーストバルーンや今年のハロウィン限定のカリウドメダルやギルドカード背景を手に入れることができますまたハロウィンにぴったりな重ね着が含まれた限定パックがショップに登場します ハロウィンに彩られたフィールドで思う存分資料を楽しんでください。ハッピーハロウィンということでね、まあ、今回出ていまして、まず日時なんですが、これがイベントがね、2段階に分かれています。でまず、モンハンナンハロウィン2024、怪奇な獲物ですね。これが10月21日月曜日の朝9時から10月末ですね、木曜日の23時59分までとなっていまして、 次に、モンハンナウハロウィン2024の漂う同伴者ですね、これが10月25日金曜日の朝9時から10月末の、まあね、23時59分になっていますので、イベントの開始自体は21日からと25日からで変わるんですけど、終了日は統一して10月末となっています。 で内容を見ていくんですけども、期間限定イベントクエストを開催ということで、10月21日月曜日朝9時から10月末の、ね、23時59分までで、モンハンナンハロウィン2024怪奇な獲物が配信されます。ロリポップキャンディーの採集や大型モンスターの討伐などクエストをクリアすると、昨年のハロウィンで登場した防具、ジャックオーヘッドの生産強化に必要な限定アイテムパンプキンチケットや、 今年のハロウィンで初登場となる武器デスペレーションの生産強化に必要な限定アイテム怪しげなチケットなどを獲得することができますっていうことで、まあ、最終形のミッションが前半に来るみたいですね次に10月25日金曜日の朝9時から10月末までのイベントになるんですけどもこれが後半戦ですねモンハンナンハロウィン2024漂う同伴者が追加されます 大型モンスターの討伐などクエストをクリアすると今年のハロウィンで初登場となる防具ゴーストバルーンの生産強化に必要な限定アイテムゴーストバルーンチケットなどを獲得することができますっていうことで、まあ、今回ね後半のイベントでは防具をね作れるミッションっていうのが来るみたいですね で、このクエストで獲得できる主な報酬として、パンプキンチケット、怪しげなチケット、ゴーストバルーンチケット、まあ、あとは限定の、ね、カリウドメダルとギルドカードの背景とモンスターの素材とかがね、配られますよってイベントになっていますので、まあ、このパンプキンチケットでジャックオーヘッドを作って、この怪しげなチケットでこれですね、この新しいこのデスペレーションっていうのが作れて、このゴーストバルーンチケットでこの防具ですね、ゴーストバルーンの防具をね、作ることができるみたいで、上の2つはね、前半戦のミッションで取れて、ゴーストバルーンチケットは後半戦のミシれて、 でで取れるみたいですねであとは一部のモンスターの出現率上昇カボチャのような岩を持ったクルルヤックが出現ということでまあねこのクルルヤックは去年と一緒ですよねで内容としてはまあ10月のね21日からスタートとなっていまして期間中クルルヤックとアケノシルムの出現率が上昇しフィールドに出現する全てのクルルヤックがカボチャのような岩を持ちます さらにフィールド上に出現するクルディアックからパンプキンチケットと怪しげなチケットをアケノシルムから怪しげなチケットを獲得できますアケノシルムからパンプキンチケットは獲得できませんということなので、まあ、とりあえず、まあ、イベントが始まったらクルディアックを倒せばねパンプキンチケットと怪しげなチケットを落としてくれますので、まあ、ジャックオーヘッドも作ることができるしあと、まあ、新しい武器ですね、まあ、このデスペレーションっていうのも育てることができますでアケノシルムを倒した場合は、まあ、怪しげなチケットの方を、ね、獲得できます ということでパンプキンチケットは、ね、落ちなくなっていますので、まあ、デスペレーションだけ強化したい方はアケノシェルムでもいいよみたいな、ね、感じになっていますね。で次に25日からスタートする内容なんですが上記に加えてパオルムアシとマガイマガドの出現率が上昇します。 さらにフィールド上に出現するパオルムアシとマガヤマガドからゴーストバルーンチケットを獲得できますっていうことで、ね、まあ25日になれば追加でねパオルムアシとマガヤマガドの出現率が上がってくれてまあこの2体を倒すことによってゴーストバルーンチケットがね取れるようになるみたいですであとはイベント限定装備を手に入れようっていうことでハロウィン限定の装備ジャック・オーヘッド・デスペレーション・ゴーストバルーンが登場しますっていうことで、ね、まあジャック・オーヘッドはね去年出ていたやつですねまあ団結力ハロウィンがついていて同じスキルを発動している仲間が多いほどこう 攻撃力が上昇するっていうことで、まあ、通常時はね、1%ずつね、人数が増えるごとに上がっていくんですが、イベント期間中は5%ずつね、攻撃力が上がりますよって、まあ、5倍って書いてありますね。っていう頭防具が実装されます。あとは、デスペレーションに関しては、タチになっていまして、属性は、流属性のタチですね。スキルは、強化持続のレベル2が付いていまして、グレード8までアップグレードした場合のスキルとして、まあ、ここのね、強化持続が付くみたいです。で、このスキル効果はね、強化持続の説明ですね。で、専用素材が 怪しげなチケットで30枚ね集めれば一応ね強化生産に必要な分は集まるみたいですで次に腰防具ゴーストバルーンなんですけどもこれはジャスト回避強化がねついていまして、まあ、スキルでねジャスト回避強化が発生しやすくなる、まあ、ゴーストバルーンチケットをね使って生産するんですがまあ、30枚ね集めれば強化分が足りるみたいですねまあ、これに関してはジャスト回避強化だけ っっていうののがちょっと気になるので、まあ、スロットとかね、まあ、その辺りがどうなるかとか気になるんですが一応ねジャスト回避強化のみの腰なので、まあ、もしこれだけだったらちょっと作る価値はないかなとは思いますね重ね着要因とかそういうのにねなるのかなと思います。 で、あとは限定パックが登場っていうことで、ゲーム内のショップ、ウェブスター限定で期間限定パックが4種類登場します。今年のハロウィン限定仕様の重ね着は必見ですっていうことで、まあ、販売開始はイベント開始と同時ですね。で、販売期間は11月の2日までね、販売されていまして、まあ、限定パックに含まれる内容として、ハロウィンパーティー A 衣装パックですね。これが重ね着と回復薬とお散歩玉ですね、が入っているパックと、まあ、あとはハロウィン2024パックということで、回復薬とお散歩玉とペイントボールのパックです。 ウェブスターに関してはジェムと剥ぎ取りナイフとペイントボールのパックなんですがこれは購入回数制限とか金額が気になりますね、まあ、あとは衣装プレミアムパックっていうことで限定の重ね着とねボーナスジェムが入っているパックっていうのが入っていきますであとはその他の注意事項としてイベントクエストはチュートリアルをねクリアした方を対象にゲーム内のスペシャルクエストタブに自動的に配信されますよっていうのと、まあ、クエストのね有効期間はこの期間なのでクエストをねクリアして受け取りまでしてくださいねっていうのとイベント期間中にペイントボールで回 マーキングしたかぼちゃのような岩を持ったクルルヤックはイベント終了後も狩猟チケットを獲得することができます。アケノシルム、マガエマガド、パオルムアシュも同様ですっていうことなので、まあ、気になるのがこれクルルヤックに関してはパンプキンチケットとねもう1個のチケットも落とすんですけどもここに書いてあるのはパンプキンチケットだけになってますね。まあ、一一応応ペイントしとけば、まあ、後日買ってもね一応もねらえるみたいです あとは昨年のイベントで生産したジャックオーヘッドは今年獲得したパンプキンチケットで引き続き強化することができますよっていうのと昨年のイベントで既にジャックオーヘッドを生産している場合は今年はね作れませんよっていうのとイベント限定装備の強化にはそれぞれのチケットの他に素材が必要となる場合がありますっていう内容ですねあとはイベント限定の強化にはねそれぞれのチケットとあと普通の素材もね使えますよっていうのと今年獲得できるカリードメダルは去年と違いますよっていうのがまあ書いてあって終わりとなりますね、まあなので このイベントに関しては、まあ、新しく作れる、ね、装備の性能次第ではあるんですけども今のところ、ね、出ている情報だと、まあ、ジャッコヘッドはね普段では使わないですし、まあ、デスペレーションは武器の倍率次第ですね、まあ、ただね、流属性はエネルギーガンテも出てきているのでさすがにそれを超えるってことは考えづらいので、まあ、そっち作る方は、ね、無視になると思います。 あとは、ゴーストバルーンですね。まあ、これに関しても、ジャスト回避強化だけだとね、ちょっとまあ、微妙かなと思うので、まあ、このイベントに関してはミッションやって終わりとかね、そういう感じになる気もしますね。ご視聴ありがとうございました。これからも、モンハンナウの動画上げていきますので、よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ